北緯35度39分18.9秒、時計139度42分3.1秒、北緯3 5 6 5 5 2五0度時計139.700861度、3 5 6 5 5 2百0 1 3 9 7 0 0 8 6 1渋谷インフォースタワーは、東京都渋谷区桜ヶ丘町に所在する、住友不動産が開発し保有する超高層、 複合ビルである。1998年3月竣工渋谷インフォースター敷地の形状が不整形であるため、東側の道路に建物の外角線を揃え、北側と西側に不整形な自然公園が作られている。また南側にはポケットパークが配され、北側から南側へ見通しの利く公園も整備されている。このほか敷地の北西角から、 入口玄関に渡る道路の起点には、合わず清の彫刻、天女が設置されている。21階建ての本ビルは、センターコア方式の3面オフィスをなし、竣工前に、テナントは満杯となった。最上部の21階と20階は住居区画であり、高級賃貸マンション、渋谷インフォスターハイツとして運営されている。地下一階には、フィットネスクラブ、エスフォルタ渋谷があり、 プール部分は地上までの吹き抜けとなっている。2017年6月にエスフォルタ渋谷を改装をオープンし、新たにバーカウンターや男性も利用できるエステルーム等が設けられた。開業当時の渋谷駅周辺では超高層ビルの竣工は東方生命本社ビル以来約23年ぶりとなった。オフィス区画にはインターキューなど複数の IT 系企業が入居し、 ネットバブル前夜の1999年頃に生まれた新後、ビットバレー発祥の地の一翼を担った。2001年には同じ桜ヶ丘町内にセルリアンタワーが建設された。近接して2004年8月に竣工した8階建ての渋谷インフォースウィングが立地する。ありがとうございます。